さあ本日は三月の十八日土曜日です午後の三時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信していますラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ今日もですねこの国登録有形文化財 私たちラクタビのオフィスラクタビ京町屋からお届けしています久しぶりのお昼間午後三時のライブ配信ということで今日は皆様にも外のお庭の風景をご覧いただき襖を分けて今ライブ配信をお届けしていますただただ寒い結構寒いですね今日は どううでしょう全国的にちょっと気温がぐっと下がっているんでしょうか現在、京都市は今、気温が12度ということで本当数日前22度、23度まで上がりましたあの暖かさに比べると一気に10度以上下がりまして今日はわずか12度、本当に冬の寒さに逆戻りしました。 お盆の頃は三寒四温といいますように気温が上がり下がりを繰り返してだんだん季節が春へと移ろっていくわけですけれどもこの寒さ、あの暖かさがあっただけにこの寒さがちょっとこう身にしみるようなそんなですね今日、寒さになっていますしかし皆さん、昨日のニュースご覧いただきましたでしょうか。そう 京都地方気象台の発表によりますと昨日3月の17日京都も桜が開花しまして開花宣言が京都地方気象台から発されました3月17日の開花というのは史上2番目の早さです2年前の2021年に1日早い3月の16日という開花があったんですが それに次ぐ2番目の速さのようで例年から比べると9日9日も早く昨日3月の17日に開花をしましてね、まあ、しかし今日のこの寒さがありますからちょっとつぼみもまた硬くなりましてこれからどんどんと暖かくなるごとに開花が進んでいくと思いますけれどもあんまりこう早くね全部咲いてしまうと いやー3月の下旬に京都に来る予定なんだけどとか4月になってからホテルを予約してるんだろうとかまあ皆さん、いろいろ予定があると思うのであんまりこう早く咲きすぎてもねこれからの予定が本当に大幅に狂ってしまいますから大変になりますからねちょっと今日みたいなこの寒さでつぼみをキュッと硬くしてね。 と花持ちをよくしてみたいかなと思います、まあ、してみたいかなと言って私がどうできるわけでもないんですけれどもあのぜひねなんとか4月の上旬までは桜の季節が楽しめるよう今ちょうど昨日ソメイヨシノが開花宣言が出ましたからおそらく1週間後あたり来週末が満開予想になってくると思います。そそしてての後ちょっと遅れ,て紅しだれ ね京都を代表する桜平安神宮または神鴨神社中からぎの道など大きく天からしだれるように桜が咲く少し赤みの濃い紅しだれ桜がその後きますおそらくこの紅しだれが4月の1週目そしてその後に遅咲きの八重桜またはおむろ桜あたりが バッとこう咲いてきて春う春まんになると思いますのでなんとかね4月の10日あたりのそのあたりも1回土曜、日曜がありますから、まあ、そのあたりまではなんとか桜が持っていただければね多くの皆様に京都の桜を楽しんでいただけるのではないかなと思っています。ということでいよいよですね京都も昨日3月の17日桜が開花宣言が出ましてですねいよいよ春本番。 桜シーズンに突入ということになると思いますと喋りながらも本当に寒いですね <laughs> 12度12度ということですさあそしてですね今日はお昼間のこのライブ配信ちょっとねお庭をご覧いただいておりますけれどもこの楽旅京町屋ぜひですね まあこの春ぐらいからは皆様とこの町屋でいろんなイベントができたりねまたちょっとまだね計画はないんですけれどもお茶会ですとかまあこの町屋を利用した何かね皆さんに集っていただけるようなイベントもぜひこれからですね計画をしていきたいと思っていますもうすでに楽旅通信どうですか皆さん会員の皆様お手元に届きましたでしょうか数日前に発送しておりますのでもうすでに 届いていいてる方も多くいらっしゃるようで、で今日朝からですねお電話をいただいたりまたはインターネットでのお申し込みをもう整っていますのでぜひです、ね、タビ通信ご覧いただきまして4月、5月、6月の春のシーズン3ヶ月のさまざまな現地集合現地解散の京都の散策ツアーご用意しておりますのでぜひじっくりと 楽旅通信ご覧いただきままししておお申し込みをお待ちりますす今回はですね神戸のクルーズ船に乗ったランチプランですとか4月には再び東京も行きますよ、江戸旅、徳川家康ゆかりのと江戸城周辺をですね回るような散策もありますのでぜひ、神戸そして東京など京都以外のところでも京都とつながる歴史を訪ねて、 または大河ドラマゆかりの地を訪ねてなどさまざまな歴史を深く皆様にお届けしたいと思いますのでぜひね楽旅通信じっくりとご覧いただきましてお申し込みをいただきたいと思います一般の皆様も楽旅のホームページからすべてのプランお申し込みいただけますのでぜひご検討いただきたいと思います。簡易様限定ではね5月のの日にに祭祭りりりそう今年4年ぶりに葵祭の 露頭の儀という京都御苑から下鴨神社上鴨神社へと平安時代の雅の装束が練り歩く5月15日葵祭の路頭の儀が4年ぶりに開催されますそちらの特別席をそうこれまで開催したことがない下鴨神社の学び席を今回ご用意しております楽旅通信5月の15日 または公式ホームページの5月の15日、葵祭りをちょっとご覧いただきまして、限定30名ですなかなかね少ない席なので、観光協会様から30席、なんとか分けていただきまして、もちろん、学び席というのは、私、若村亮が目の前を行く葵祭りの行列を皆様にイヤホンガイドをつけていただいて、生で解説をします。 平安装束の色の違い位の違い直視列女人列採王台など見どころ満載の4年ぶりの開催葵祭り路頭の儀しかも今年は京都御苑ではなくて下鴨神社の世界遺産だすの森の中に設けられた特別席で 解説付きでご覧いただきます30席限定になります楽旅会員様限定になりますので会員の皆様でまだ会員になってない方は今から会員になっていただいてももちろん大丈夫ですのでぜひお楽しみにご期待をいただきたいと思いますまあそういうこの春を楽しむ様々なプラン 会員の皆様には開放誌でお届けしました一般の皆様は楽旅のホームページをねご覧いただきましてぜひお楽しみをいただきたいと思いますあのー、4月の2日の宮古鳥もですねまだお席ありますギリギリぜひお申し込みお待ちしておりますそして今日はですねそんな春を楽しむためのオンライン講座春の京都はまるまるを楽しむべし京都で活躍する様々な方に ご登場いただきまして春に読んでみたい本春に訪ねてみたいあそこ春におすすめのあのお店など春ならではの情報をたっぷりお届けしてこの春を楽しむとっておきのオンライン講座です。一応、ですねインターネット上でのお申し込みはもう終わってるんですけれどもああ、お申し込み忘れていたという方はですね なんとかなりますひとまずラクタミの方までお電話いただけましたら今日夜の七時半からの九十分にわたるオンライン講座になりますからギリギリでも視聴用の URL アドレスをですねお送りさせていただきますので後からのお支払いでも全然大丈夫ですはいなんとかなるんですぜひですねせっかくですからねお申し込みお待ちしております、はい、さあそれではですね なんとこの「旅くじの箱」新たに「旅くじ」が入っていますまだねちょっと数は少ないんですけれども今ね順次もう過去に行った旅くじが多いのでちょっと重複がないまあ重複がないというかねおそらくお話はねもういろいろしてますからちょっと同じ内容が。 重なるところもあるんですけども旅くじとしてはね同じくじが出ないようにということで例えばねやっぱりあの例えば銀閣寺だったらね銀閣寺が出た時に銀閣寺の話の中で光月台というねあの砂で作られた石の話あのお庭の話が出ていたりねやっぱり書院作りの先駆けですとかいろんな話がまあ出てると思うんですが、まあ、それをね 旅くじとして新たに作ってまた詳しくそれ一つ一つをご紹介しようというのが今の旅くじになっていますのでね、ぜひちょっとね、新たに今、どんどん足していますから今後もですね旅くじからぜひいろんな京都を学んで楽しんでいただきたいと思います。それでではききまますすす本日のトーークテーマを決めるくじ取り式ですいきますよ どんな内容が出てくるのかいきますちょっと下の方からいきますよこちらこちらを本日のトークテーマとしてみたいと思いますそれでは続きましてこのくじの中身を改めますくじ改めですまずは私がこの中身を見てどんな内容か皆様にヒントを出していきますヒントを一つ二つ 3つと出していきますので皆さんそのヒントを聞きながらうーんあそこのお寺かないやあそこの神社じゃないかななどぜひ考えながら聞いていただきたいと思いますそして「わかった!」という方はですねぜひコメント欄に「なんとか寺なんとか神社」と書き込んでさあどれぐらい京都を知ってるか腕試しをしていただきたいと思います。 それでは行きますクジ改めですさあ行きますよ皆さんわかるかな本日のトークテーマおっとちょっとさっかさまクジが逆さまでしたそれでは行きます本日のトークテーマは何でしょう <laughs> これは難しい。これ答えれる人いるでしょうかわかりました。本日のトークテーマ、激ムズです。<laughs> 激ムズです。あの、あるお寺のその歴史の中に関わってくる人物名です。お寺の名前と お寺はね正式名称でも通称名でもいいですまあでも通称名の方がよく知られていますそこに関わるある出来事にまつわる人物の名前ですあるお寺の人物名これを答えていただくようなトークテーマになりますまずねお寺の方はねまあ誰もが訪ねたことあると思いますよ多分ね修学旅行でも 人気のお寺の一つですから、まあ皆様でしたら一度は訪ねたことがあるというお寺だと思います。まあなんせね、長いお堂があって、長さ118.2メートル、約120メートルの長い木造建築があって、中入ると、もう分かってますよね、ずらーっと、ずらーっと、千寿観音様が並び、 おっと最前列には28部衆風神雷神がいてというあのお寺ですよそのお寺に毎年新春の風物詩で行われるあの伝統行事がありますね1月の15日に近い日曜日に今は行われています特に成人人を迎えた人が 墓間に身をを通しててあの行事をやっていますでも昔その行事は江戸時代の頃武士たちが各藩の代表として京都33県あっ言ってしまったお寺はそこですそのお寺に集い弓の自慢を競うように 矢を放ったんですその最高記録を打ち立てた紀州和歌山藩徳川御三家から集い最高記録を打ち立てた武士の名前です。さあわかりましたか お寺はもうかかったたとと思いいまますねねポロッと言いましたから、ね、でもこの激ムズ人の名前今「投資屋」と呼ばれる伝統行事の過去最高記録を打ち立てた紀州和歌山藩出身の侍武士のお名前ですさあ分かりましたかそう本日のトークテーマはこちらです。 三十三元堂和サ第八郎です。和サ第八郎知ってました？和サ第八郎。誰だそれと。誰だそれと。今ネット上が炎上しているような感じがします。してないですか。三十三元堂では毎年一月の新春風物詩として弓を放つ。 通し屋という伝統行事が行われていますお堂の中では柳の家事頭痛肩こりなどが治るという天台の秘技が行われ多くの人が水をいただいて無病息災を祈念します一方外では33元堂の長いお堂を利用して弓を放つ伝統の行事 大的大会とも言いますけれども投資家と通称される伝統行事があって今は成人を迎えた若き人々が全国から集まって袴に身を通し弓を放つという弓の競技大会になっていますあの終わりの方には成人の部があって本当に大人の人々が弓を放ってどれだけ的を射抜けるかという伝統行事になっていますが。 昔はその投資や武士たちが各藩各藩の代表者として京都三十三間堂に集まって各藩の名誉を背負って自らの弓を自慢するかのように矢を放った弓の競技大会だったんですなんと24時間矢を放って 何本の的を射抜けるかしかも今はそれほどの距離ではありませんけども昔は全部のお堂をいると書いて全道車と言いましてあのお堂の長さ約 120m を使って縁側で矢を放つ今ね 100m も矢が飛ぶのかという、まあ、それだけ昔の侍たちは。 梁の強い弓を引いて矢を放っていたことが考えられまして。まあかつて古いですね、絵図にもお堂の端から端の的を射抜く。そんな投資家の絵が洛中洛外図などにも残されているんです。二十四時間で何本の矢を的に当てることができるか。そんな熾烈な戦いが繰り広げられまして。江戸時代、この十八歳。 紀州藩代表として徳川御三家の名誉を背負って登場したのがこの和佐大八郎という若武者だったんです当時尾張と紀州徳川御三家で毎年記録を塗り替えるような激しい戦いが繰り広げられついにこの和佐大八郎なんと24時間に放った弓の数が 一万三千五十三本。そのうち、なんと百二十メートル先の後を。八千百三十三本。当てて射抜いたと言われているんです。一万三千五十三本のうち、八千百三十三本。つまり、一分間に計算すると。九本の矢を放ち、うち七本を的に当てたという。 壮絶なる記録を打ち立てまして以降これが三千と三十三元堂の歴史に輝く天下統一という全ての記録の頂点に立つ記録になったわけなんですこうして今も破られることが、まあ、今はもう24時間矢を放っていませんからもうすでに破れることはないんですけれどもこの和佐大八郎18歳 紀州藩を代表して登場しましたこの若き武者が1万3053本のうち8133本を当てて見事な大記録を打ち立てたということなんです今もその栄誉が称えられまして33元道お堂の中をねぐるっと拝観して一番最後の出口あたりに大きな額に馬とこの和佐大八郎の絵が描かれた絵馬に。 1>, 1万3053本のうち8133本当てたという記録がしたためられて大きな額としてその栄誉が称えられていますぜひその記録をまたご覧いただきたいと思いますそのねお隣に紀州和佐大八郎と尾張の星野勘左衛門がこれ毎年デッドヒートで記録を塗り替えていたんですねその 2番目の記録のこちらは今の愛知県名古屋ですねこちらも御三家の尾張星野関左衛門の記録がその横に称えられていますから和佐大八郎星野関左衛門この2人のデッドヒートをですねその横並びの2枚の額これでご覧いただくと何か当時の激しい戦いがね しかしお互いにお互いを讃え合ったそんな歴史がね見え隠れするんじゃないかなと思いますぜひ33元堂次回尋ねられた際にこの和佐大八郎ねそのお姿が描かれていますのでぜひじっくりとご覧いただきたいと思いますはいということで本日のトークテーマは33元堂和佐大八郎ということでしたお名前出た方いらっしゃいますか どうでしょうかこれはなかなか難しかったんじゃないでしょうかということで本日のトークはここまでとなります、はい、さあそれでは明日はですねちょっと昼夜ともに公演ツアーがありますのでちょっと明日は難しいんですが来週はね比較的ねオフィスワークが多くて スケジュールがね結構まあスカスカというわけではないんですけどもね比較的ね京都にも東京とか名古屋に行く予定もありませんのでちょっとどっかりと腰を据えて京都でね今後のもうねあの私たちの仕事としては今祇園祭りからもう8月の送り火あたりを今ねもう企画していろいろ進めてますからもう今はね気温は12度ですけど頭の中は40度 <laughs> 真夏 <laughs> そんな感じなんですね。 ぜひ来週は一週間ちょっとじっくり時間がありますのでライブ配信も午後のこの明るい時間帯にできる日も多いと思いますのでねちょっとお庭など昼間でしかなかなか皆様に見ていただけない風景も楽しみながらのライブ配信を来週も行いたいと思いますはいさあそれでは最後になります心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくりますさあ皆さん合言葉はき ともっと京都を好きになるこの好きになるというときは皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれでは行きますきっともっと京都を 好きなるーということで本日は午後3時からお届けしました「ラク旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ」確か今日が六が697回目6回目もう間もなく700回目の記念すべき配信も出てきます。 まあ、とはいえね、月間ラクタビ通信も三十回近くやってますし、番外編が百近くありますからね、まあ、合計で言うともう千近く配信をしていると思うんですけども、まあ、このラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へとしては間もなく七百回目を迎えることになります。どっかでね、なんか皆さんと一緒に配信をね、こうオーディエンス付きで一回見てみたくないですか。どんな感じで。 まあそんなに見てもね大したことではないと思いますけどもまあまあねあそういう感じで配信してるんですかとまあここの京町屋ではちょっと狭かったらねどっかのホテルでちょっとトークショーも含めてねおいしいご飯ちょっとね最近だいぶマスクもねあの個人の判断で取れるようになりましたし春暖かい時期になんかちょっと特別のイベントなんかをね企画してみてもいいかなと思ってますのでぜひ今後もですねライブ配信お楽しみをいただきたいと思います。 それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございましたそれではポチー